皆さんこんにちは、ファクトリーギアの高野倉です。今日はですね、自動車整備業界の皆様に向けた特別編です。はい、もう最近ですね、皆さん困ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、エーミングです。このエーミングの作業に使うですね、最新の素晴らしい診断機があるということでございますので、そのご紹介をさせていただきたいと思います。それではどうぞ。こんにちは、ファクトリーギア法人営業部の東です。今回は自動車整備業界に向けて新たなご提案をしたいと思います。自動車整備業界では車検制度が変わり、新たに特定整備が加わりました。特定整備の中にはエーミングの作業があり、この作業に課題があり、ファクトリーギアでは今までに2つのご提案をしてまいりました。第1弾としてボッシュさんにご協力いただき、レーザー墨出し機を使った準備作業の時間短縮提案、第2弾としてターゲットボードの特注スタンドによる作業時間の短縮提案をしてまいりました。今回は第3弾として診断機のご提案です。診断機を販売する傍ら、整備士さんへエーミング作業講習会などを手掛けるオーテルの岸さんにお越しいただき、整備現場の現状などを含めてお話を聞きたいと思います。オーテルの岸です。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。実際にそのエーミング作業の現場ではどのような問題が起きているんでしょうか。はい、3つあると考えていまして、はい、1つ目が、まず場所の問題ですね。はい、このエーミングを、するための環境が整わないというところ、はい、あと2つ目、はい、それは作業手順が複雑だと。なるほど。はい、整備営業所を見てもちょっとわからないっていうぐらい難しさがある、はい、で3つ目に、はい、複雑な手順自体が各メーカーそれぞれ、はい、手順が違うというところが、はい、困られている点かなとは思っていますね。はい、そのあたりが今回ご紹介いただく診断機ですと解決できると、はい、ということですね。そうですね。この診断機を使ったエーミングの作業っていうのがあまりこう想像がつかない方が多いかなと思うんですけれども、最大のこう特徴というのはどういったところにあるんでしょうか。はい、オーテルの最大の特徴はですね、はい、先ほどお話した、はい、メーカーごとの、はい、複雑な手順というものがソフトウェアのプログラムで解説が入っているというところなので、はい、各メーカーこういうふうに、はい、すごい、はい、入ってますんで、それを見ながらやっていただければ、はい、安心して終わるというところですかね。はい、なるほど。はい、で今日はあれですよね、実際にヤリスを用意していただいたので、はい、それでじゃあ実際にやってみましょう。そうですね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあですね、最初、車の情報を読み取るのに、この車検証の QR っていうのを読み取れるんで、車検証 QR を押して通常車と、で今この車検証ですねの下の部分にある QR コードも一瞬で読みますので、ここで車の情報が読めると。でここからスタートしていきます。車によっては、グレードだったりとか、そうですね、スマートキー今月なので月で OK と。これがトップメニュー、専用のソフトウェアっていうのがこの ADAS キャリブレーションっていう、ここが解説機の、エーミングの、ソフトになりますね。でここから入っていくと、それぞれ対応している、エーミングのメニュー、コマンドのメニューがあるというところです。で今回は、レーダーのエーミングをやっていきますので、フロントのレーダーセンサーのこの右側のアイコンをタップすると、ここから、実際のエーミングのモードに入ると、トヨタの場合だとそうですね、このヤリスは動的と静的、走って終わりのものなのか止まって、進めるものなのかあるので、静的の今回は止まってターゲットをちゃんと置いてやるようなやり方で進めていきます。で、条件を何をしましたかという条件ですね、基本的に例えば、バンパーぶつけてミリ波レーダーも交換しなきゃいけないとか、故障コードだけ出たとかいうところであればこれで進んで、
最初の段階は、ツールの、選択などありますけども、必要な道具を選んで、OK でずっと進んでいくと、整備書に書いてあるような、まず距離の問題とかですね、ここで確認ができますね、はい、このように、青い表示が入っているブルーの部分の、数字自体に、あるのが、整備書に書いてあるような数字になります、はい、で条件をまたここで確認してから必ずセットアップというところに進んで、そうですね、ターゲットの設置の、方法というところがここから解説が始まります。ここからもほぼ選択する何かというのはなくて、実際に見ていけば、見て道具を、置いていってくださいというようなやり方で、ここでも出てくるような専用の数字と、はい、でこのリフレクターを置いて、車両の前方でレーザーのポインターで、高さも調整できるので、このように解説を読みながら進んでいくと、これでセットアップが完了したので、いよいよ実際にキャリブレーションをするときに、ここで OK で次に進んでいきます。岸さん、今回は作業どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。今回の作業はどのような作業だったんでしょうか。はい、私が先ほどやったのがバンパーに対しての、エーミングの作業、はい、こちらを使ったんですね、はい、エーミングというとこっちの白黒の、はい、何かターゲットとかターゲットボードっていうものが、アイコンになりがちなんですけども、はい、これはカメラの、キャリブレーションなので、こっちがバンパー、はい、どっちのが頻度が高いかというとやはりそうですね、バンパーのエーミングに対してのこういうリフレクターを使ったエーミングの方が、頻度が高いでしょうとされていますので、はいはい、今回は、そのお話をさせていただきました。なるほど、はい、
ちなみに私がやった作業というのはどういった作業だったんですか？そうですね、その、はい、あの角度計を使ったやつですね、はい、それはですね、はい、まあ、同じくバンパー脱着に対して同じ一連の作業で行われるはずのトナーの脱着ですね、はい、それを外した時にもしくは交換した時とかには、はい、まあ、必ずトヨタ系の車だと、角度を登録しなきゃいけないんですね。あ、まあ、それを、実際整備書の内容を、まあ、本当だったら照らし合わせてやらなきゃいけないんですけども、はい、我々のスキャンツールで専用ソフトがありますので、はい、敷地だったりとか入っているものが、はい、ソフトウェアで解説を見ながら簡単にできたと思うんですけどね。そうですね、はい、今回使用したのがボッシュのこのレーザー距離計なんですけれども、角度を測れる測定できる機能が入ってましたので、これを使って非常に簡単に、こっちも簡単でしたし、こっちの入力も簡単にできました。ファクトリーギアとしましては、今回オーテルさんの方でご用意いただいた診断機、それからリフレクター、あとは墨出し機等々ですね、そういったものがセットになったものに、このボッシュのレーザー距離計と、あとはこちらのターゲットボードですね、トヨタ車用、ホンダ車用、マツダ車用、この3つのセットを特別にご用意させていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。今回ご用意したセットの詳細は下の概要欄に記載のあるファクトリーギア法人営業部、もしくはファクトリーギア各店へお問い合わせください。